ます、今日も梅里カントリークラブに来ています、今日は、2000球できたら2000あと600球あそうですね昨日は1500だからあと600球2600球打てればいいかなと思っております。で今日も52度での打ち分けと、8番アイアンでの打ち分けをやっていきます。でさっきちょっと足りなかった分で100球程度8番で打ちました。新兵器を投入しました。これはアドレスキーパー守る君といって、これでできることが入射角を一緒にしてみる。顎のところにこうやって顎動かないよねとか、この下を通していけば手が浮かない、横に行き過ぎてない、お尻の位置をキープみたいなことをやるらしいです。だとズレはほぼなくなってきて、縦も横も。ちょっと右に行った。だいたいスカイトラックだとこんな感じ。右に打ち出してて、左回転が強いのがすごい気になってます。あの緑色のあそこに乗ればいい。球筋が全部右に打ち出てて左に戻っていくみたいな感じで、なんか変なんですよね。はい、では次8番アイアンいきます。ちょっとなんかまっすぐ打ててなくて、こっちに曲がってきてる気がまたしてきたので、力の入れ方が分かんなくなってずれてきてますけど頑張ります。だいぶ上手くなってきた気がしています。ヘッドネアって思うけど、溝に行くとちょうど30ヤードかわいい。400打ちました。あと600以上打ちます。頑張ります。
か。ちょっとやっていきます。一番でフルスイングは30なんですけども、打てる気力がないので、あの山に乗れば OK、 左側に乗れば OK とします。グリップを変えたらまっすぐちゃんと飛ぶようになった。この付け根がここに来るようにして、なんかこんな感じ、こんな感じにしたらなんか当たるようになった。なんか違う気がしてて、こうじゃないかなと。やった瞬間にもう全部がちゃんと当たるようになったんで、人それぞれあるんでしょうね、グリップっていうのはね。僕はこれが良かった。なんかまっすぐ当たる感じになった。グリップは重要です。あとはやっぱり、数打てば打つほどなんかボールにちゃんとこの芯に当たる感覚が分かってくるので、打った分だけちょっと早くこの芯に当たる感覚をいつでも打てるようになりたいなと思っております。はい、以上です。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。